パウリの排他原理、パウリの排他原理、パウリの排他原理とは、二つ以上のフェルミ粒子は同一の量子状態を占めることはできないというものであり、1925年にボルフガング・パウリが提出したフェルミコに関する仮定である。パウリの定理、パウリの排他率、パウリの均性、パウリの均速などとも呼ばれる。パウリの排他原理は、 フェルミ粒子について成り立つ法則であり、ボース粒子については成り立たない。ボース粒子は、複数の粒子が、同一の量子状態を占めることがあり得る。ナトリウムの D 線の実験において、磁場がない場合は単一コンが観察されるはずであったが、予想に反して、D 線が2本に分裂することが観察された。それを受け、1924年に、ボルフガング・パウリは、 電子が日地の量子自由度を持つことを提案した。1925年にウーレンベックとゴーズミットはまだ知られていない電子の自由度があると考え、電子は原子核の周りを交点しているだけではなく、電子自身が自転しているのではないかという仮説を立てた。この電子の持つ自転に似た内部自由度のことをスピンと呼ぶ。 電子が自身のスピンに相当する角運動量を自転によって得るためには高速を超える速度で自転しなければならず相対論に反する。そのため、1925年にによって提案されたもののパウリによって否定されていた。自転に相当する角運動量が存在し、自転の向きが異なるため、好転に伴う 各運動量との相互作用でエネルギー順位がつに分裂する。これまで電子の状態を表す波動関数は空間座標のみの関数と考え、フォーミュラ1あるいはフォーミュラ2と表記してきた。しかし、電子にはスピンという新たな自由度があることが分かったため、これを新たな座標として加える必要がある。磁場中において軌道各運動量はフォーミュラ3個。 フォーミュラ4、方位量指数に分裂することが分かっている。このことから、フォーミュラ4に対応した数値を、フォーミュラ6とすると、スピン角運動量もフォーミュラ7個に分裂していると、考えるのが妥当である。エネルギー順位が2つに分裂していることから、原子内の電子のスピンに対応した順位は2つである、ことが分かる。よって、フォーミュラ8であり、フォーミュラ9となる。また、 軌道角運動量の場合には、磁気量子数フォーミュラ10の取り得る範囲は、フォーミュラ11である。今、フォーミュラ4に対応した数値フォーミュラ6がフォーミュラ14であることから、スピン磁気量子数フォーミュラ15の取る値としては、フォーミュラ16と考えるのが妥当となる。以上のことから、スピン座標をフォーミュラ17で表すと、波動関数は、フォーミュラ18でかけることとなる。 ただし、フォーミュラ17はフォーミュラ20、またはフォーミュラ14を取る変数である。同じ種類の粒子は全く同じ質量、電化、スピンを持つため、同じ種類の粒子を互いに区別することができない。2個の同種粒子、例として電子を考え、2個の電子を電子1、電子2と呼ぶと、その波動関数は1座標フォーミュラ22と、 スピン座標をフォーミュラ17を用いて、フォーミュラ24と表される。ここで、電子1と電子2の1座標とスピン座標を入れ替えると、フォーミュラ25となる。ところが、2個の電子は、区別できないため、蒸気の2つの波動関数は同一の状態を表す、波動関数である。したがって、フォーミュラ26をフォーミュラ27の定数として、フォーミュラ28と書ける。 さらに二つの電子の変数をもう一度入れ替えると、フォーミュラ29という関係が導かれ、フォーミュラ30という条件が得られる。このフォーミュラ26の値は、同種粒子の入れ替えによる対象、反対称を意味する。粒子の具体例として、が挙げられる。スピンが、フォーミュラ34のような反性数の同種粒子の波動関数は変数の入れ替えで、 反対称フォーミュラ35であり、このような粒子をフェルミ粒子、フェルミオンと呼ぶ。対して、スピンがフォーミュラ36のような整数の同種粒子の波動関数は変数の入れ替えで対称フォーミュラ37であり、このような粒子をボース粒子、ボソンと呼ぶ。原子番号フォーミュラ38の原子について考える。簡単のために、 1一座標フォーミュラ22とスピン座標フォーミュラ17をフォーミュラ41を用いて表すと波動関数はフォーミュラ42と書ける。ここで原子の中でフォーミュラ38個の電子は互いに独立に運動すると考えることができるため電子系の波動関数フォーミュラ42を以下のような積の形で表される規格化された1電子波動関数フォーミュラ45。 または、フォーミュラ46で表す禁似フォーミュラ47を導入する。これを、ハートリー禁似という。ただし、フォーミュラ48は、アップスピン、フォーミュラ49は、ダウンスピンを、フォーミュラ50は、量子数を意味する。簡単のために、まず二電子原子系を考える。ハートリー禁似をもとに、波動関数を考えると、以下のように書ける。 フォーミュラ51今考えているのは電子であるから座標の入れ替えによる反対称性、符号の反転を満足しなければならない。しかし、この波動関数は反対称性を満足していないため式を書き換える必要がある。上記の波動関数の座標を入れ替えるとフォーミュラ52となる。この式を考慮に入れ反対称化して規格化すると以下の波動関数が得られる。 フォーミュラ53ここでこの波動関数を行列式で表現することを考えるとフォーミュラ54となる。行列式の性質からということが言える。2電子原子での波動関数を行列式で表す考え方を拡張すると原子番号フォーミュラ38の原子の波動関数の行列式は以下となる。フォーミュラ60これを スレーター行列式と呼ぶ。また、以上のように、波動関数を行列式を用いて禁似する方法を、ハートリー・ホック禁似という。フォーミュラ60。スレーター行列式は、行列式の性質から、ということが言える。この行列式の性質から、総じて言えることは、二つ以上の電子は、同一の量子状態フォーミュラ66を占めることは、できないということである。 以上から、ハートリー・ホック・キンジによるスレーター行列式により、パウリの配達原理は自動的に満たされていることがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。